じゃ昔さ、はい、今はプロ野球ニュースに携わってるじゃん。で一緒に やってるじゃん、はいはい、昔カモト苦手っていうのあったの知らない？知ってます。知ってる？はい、コーナーですよね。コーナー、はい、カモト苦手ありました。あれ好きだった？コーナー好きだったです。はい、俺も大好きだった。はい、あ、そういうの存在するし、あ、まあでもそれを放送することによって余計に意識する野球選手がどんな行動をするのかとか。今年ね、小川さんが中継ぎ使いすぎやって言われて、なんかプロ野球ニュースで、いや最初首位だったじゃんヤクルトが、はい、だけど、いや中継ぎはこんな登板方になってるんですよみたいなこと言われて、なんか使いにくくなったっていうんだよね。だからやっぱテレビの影響力とかさ、いろんなものっていうのは影響してて、まあガンジャンでも神本苦手って言えば、はい、すごいバッターとこう対戦してきたし、はい、なんかすごいバッターだけど、え、俺のは打てないのかみたいなのもあったと思うんだよ。ありました。今日あえて聞くのは、すごいバッターだと思うのは誰？すごいバッターですか？ああ、すごい。いや、それはまあガンちゃんなりにでいいよ。え、これはあの対戦したしない、それはまあ投げて、ね、対戦ですか？対戦の方がいいかな。対戦じゃなくてちょっとイメージ出ないですからね。ああ、嫌なバッターじゃなくてすごいバッター。いや、嫌なバッターでもいいよ。嫌なバッターシリーズでいいと、やっぱ相性、カモと苦手の話ですけど、僕ね、吉永光一郎さん。ああ、そ、あの時って大英か。大英から巨人行かれたんですよ。ああ、そうだな、キャッチャーね、大英時代の、はい、うん、あの人バッターボックスあると出塁率でいうと8割ぐらいだったと思います。そんなイメージです。はい、よく投げにくかったの。いや、あの打たれたの、見逃しでも際どいボールアンパイア絶対ボールって言うし、ほんで変な当たりしてもヒットになるし、ほんでまあ時にはホームランもありました。ある時もうこれ以上打たれたらあかんと思って、もう渾身のボールでランナー一塁でセカンドゴロ、よっしゃゲッツーと思ったら内野手エラーしました。それぐらい塁に出る人だったんですよ。だから投げてて何かが起きるバッター、何かが起きるバッターです。もうかなわんなと思うぐらいの。だ、多分あの人は僕の顔見たら未だによだれ出ると思います。何かを起こしてくれる。はい、どうしなゴルフやったらたまらんな。何かが起きるって。あの、僕一回中洲で、飲食店ちょっと待って、エレベーターバーンって乗ったら吉永さんいたんですよ。はい、僕エレベーター乗んのやめようかなと思いました。ほんだら吉永さんが、おお、ガンちゃん乗れよ乗れよって。それは大好きですから。いや、打たれたのも打たれたんだよね。打たれました。はい、サヨナラホームランもあります。はい、はい、やっぱ打たれてるし、どうやっても塁に出る人でした。はい、いろんなところで、ね、だからもう、そのいろんな工夫もしたんだろう。しました、しました。いや、だから何も通用しなかったということだろう。はい、ほんでいいボールもアンパイアはほんとジャッジテイクがこっちに来ないんですよ。はい、見逃し方も上手でしたし、はい、もうその相性で言ってももう僕から見たら最悪の、はい、吉永さんからすると僕のことは最高だったんでしょうね。なるほどね。やりましたね。はい、次、田口壮さん。おお、そんなに打たれてるイメージはないんですけど、まあメジャーに行ってね、オリックスからね、はいはいはい、今バッティングコーチだっけ。はい、な、人は大好きです、僕。あんなドライな人、ドライ、結構ドライなんですよ。あの、こう普段ユニフォーム脱いで会うと、あ、はい、すごく気の優しい人ですし、僕より一つ上なんですけども、ガチャンガチャンっていつも、ああ言っていただいてありがとうございますって冗談も言うんですけど、僕実は1996年9月11日、うん、覚えてるんですよ、ね、覚えてるんですよ。東京ドーム対オリックス戦、8回までノーヒットだったんです。ノーヒットノーラン、ノーヒットノーランバリバリ意識してました。この調子だったらいけると思ってました。スコアボード見て最後のバッター一郎、よっしゃと、もう新聞もニュースも全部一面いったろうと。まあ絵になるよな、はい、一郎が最後だったらな、はい、その時一郎はピシッと抑えた。まあそこそこです。でももうヒットは打たれてない、打たれてないな、はい、はい、ほんでよし、あと3つマウンド行っても、そのもう全然イップスなんかどっか行ってましたから、ゾーン入ってましたんで、初球もう目いっぱいスプリットとチェンジアップの混ざったような、もう僕の得意のボールパッ投げたら、やっぱ余計なアドレナリンってダメですよね、うん、
ファッてボール浮いたんですよ、センター前カーン。ここまではよくある話、うん、はい、コントロールミス打たれました。何がって、田口壮さんは一塁ベースでパッて僕牽制しようと思ってパッて見たら、バリッ、そんな気全然ないんですよ。いやそんな気全然ないのに田口壮さんは、まあまあまあな、それがちょっと上からだな、そのかっこよさが、もうまさにそれで打ってやったよっていうのが憎いんですよ田口さん。確かにな、はい、いや俺が野手の立場だったらこれやられたら大変じゃない、はい、そりゃ必死で打ちに行くよな、はい、いや悪いっていうよりもガッツポーズだよなこっちは。そうそう、だったらわだったらやられたで済むんですけど、ガチが悪い、そんなの僕は見たくなかったんですよ。ちょっと力抜けるな。なあ、でも力抜けさせてくれたことで次代打でできた藤井さんにカーブ投げるとピッチャーゴロでゲッツー取れたんですよ。あ、プロ初完封、まだ僕完封したことない。じゃあ27アウトで終わったっていうこと。ああ、まあ27アウトはアウトですよ。まあ、取るよ終わるよな27に。あ、僕完全試合じゃないんで。ああそうかそうか、はい、ホームルは出してたんだ。ええ、そうです。1番2番3番のイチローで終わるっていうシーンですよね。あ、じゃあ3人出してた、はい、2人出してた。で僕プロ初完封手前で9回に打たれることが2試合か3試合あったんですよ、うん、で上田監督も大石ピッチングコーチも、あ、もうこれは最後力んで完封とかできないピッチャーだと、もうそういうレッテルを貼ろうとしてる時だったんですよね。で最後イチローに、あれワンツー、当時のワンツーがツーワン、ツーボールワンストライクからインサイドのストレート目いっぱいいったらシュート回転してシュート真ん中パカッセンターやや右、あかん、食らった、またコーチに怒られると思ったら東京ドームであそこが一番深いんですよっていうところですね、まあまあ、センターからちょっと右寄り、まあ、そこでフェンスの手前で井出達也がパッと振り返ってパチッ、初完封です。でもさ、ピッチャーってよくさ、まあ立ち上がりと9回って特別なイニングだってよく言われるじゃない、はい、ね、はい、まあ確かにその心理は分かるんだよ、はい、だから抑えっていうピッチャーもいるんだろうけどさ、はい、その9回にずっと完封してきてどういう心境になるんだよ。あと3人だからよし思い切っていこうっていう、そういうあります、あるでしょ、そう考えたいでしょ。どうなるんだよ。ヒーローがやってくるんですよ抑えたらヒーローだぞ、はい、あ、ほんでガッツポーズどうしようかな、こうかこうかこうかみたいな、もう欲みたいな、欲です、ええ格好です。あ、それで痛い目もあってます。なんかこう家を建ててって最後になんか どこで終わるのか分かんないけど家ってなんかその最後のこう締めじゃない。はい、でもそれするだけじゃない、そこに欲がある、それをきれいにしたくなるんですよね。まあそういうことか、はい、僕は岩手の大谷翔平が、160キロ出した球場ありますよね、うん、あそこでオリックス戦で星野伸之さんと投げ合ってたんですよ。0対0ですずっと。ほんだら日本ハムが、8回の表に押し出しで虎の子の1点取ったんですよ、うん、で僕8回の裏押さえて、で、あ、9回の表か8回の表にとりあえず1点取ったんですよ。で9回の裏ツーアウトランナー1塁バッター養生さんです、うん、はい、ワンストライク、ツーストライク、巨人から来たんですか。巨人に行く前です。あ、巨人から来ました。そうでしょ、そうです、巨人からオリックスに来た人で、でその人にインサイドのカーブか落ちる球かなんかでバーンと足元にボトボテってファール打たれたんですよ。ピッチャー取り行くじゃないですか、でキャッチャーも取り行ってファール、あ、そうですかと、アンパイアにボールもらって帰る時にキャッチャーの田口さんが、田口正則さんがどうする、どうする、最後どうする、もうツーアウトランナー一塁のナッシングツーです、2ストライクです、どうするって言われたんで僕もストレートでいきます。ストレート、はい、僕の中ではもう渾身のストレートで空振り三振でシャーだったんですよ、はい、ほんならもう三塁ベンチから上田監督がガーンガーン山田って僕からはいって、落ちる球やだ落ちる球だけどはいストレートだほんだらボネボネボネって三遊間で内野安打だったんですよ。ヒロシさん飛びついてくれたか、ショートのユキオさんが取ってくれたのかな、それで悩んだなって一塁二塁、あ、一塁三塁になったんですよ、うん、ボデボデボデの三、三遊間の奥でランナースタートして、なんか一塁三塁になったんですよ。で、バッター2いる、まだこっちメラ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 、あと1球で完封逃しました、メラ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 カーッとこそそれ投げたら指に引っかかってビューって真ん中でサヨナラスリーランですよ
あと1球がサヨナラスリーだ。だから怒られたろお前。んでその試合を、いやそう、落とせ落とせって言ってたら、はい、過ぎたんだろ。ガッツポーズ描きすぎて、上田監督はその日は何も言わずに次の日の昼に部屋に電話あって、部屋に来いって言われて、若さ、若さがお前を妨げた、コンコンと教えてくれました。まあ、色気だよな。はい、そうです。一晩経ったっていうのがいいですよね。あ、まあまあそりゃそうだ、もうカーッとなってるから、はい、何言われてもな、はい、だから完封の前の最後はもう一泊置いて変化球投げようってなんか決め事ができたぐらいです。はい、でその時岩手から盛岡、仙台、あ、仙台に移動のバスだったんですよ。で2時間ぐらいですかね、もうオチがありまして、あと5分でホテルに着くのに、あの観光バスで窓開かない、うん、あの換気だけのあるじゃないですか、窓開かないので、片岡敦さんが前から3列目でスカシッペすごい臭いのしたんですよ。さよなら負け。はい、ほんで2時間のバス移動、もうほんとお通夜みたいなバス移動ですよね。残り5分でスカシッペめちゃめちゃ臭かったです。まあでもその悔しいな、はい、でもそのそういうサヨナラホームランとかがあった後に、その9月11日に僕は完封できたんですよ。でもキャッチャーもあれだな、最後の1球って迷うんだな。あーですね、だからこうやってよくマウンドでどうするどうするって、はいはい、最後の1球どうするみたいな、はい、で次の日にアンパイアの人がガンちゃん、昨日あの最後のまっすぐ行くって言った、え、なんで知ってるんですか、あのお客さんまで聞こえてたよ、僕興奮しすぎてまっすぐ行きますって言ったらしいんですよ。そらかやろ。全然ひそひそ話じゃなくて、ストレートで行きますまっすぐです。でも聞こえてるかね、バッターが。いや、アンパイアが丸聞こえだって言ったことです。まあ、ほんで、養生さんも聞こえたって言ってました。ああ、そう、はい、だからちょっとボール球を手出してしまったって言ってました。まあまあそうだよな、はい、だから全部答え合わせできたんですよ。なるほど。はい、3人目、堀浩一さんです。あ、ロッテ、はい、いいバッターだったな。いいバッターだったんですよ、もう2000本いくかなと思ってました。あ、はい、これはもう遡れば2006年の3月5日のオープン戦です。うん、はい、岩本勤の札幌ドームで引退セレモニーなんか話が分かる気がするわ。あの当時売り出し中の西岡が大体一番バッターだったんですよ。でも僕西岡とあんま対戦なかったんで、すいません最後、明日僕最後のマウンドなんですけど、前日に堀さん明日もしよかったら1番ボビーバレンタイン、そういう融通聞かせてくれますかねって言うと、あ、言ってくるよって言って、カンちゃん OK もらった、ありがとうございます、あ、もう明日はじゃあもう三つ空振りするから、お疲れ様、いろいろありがとうね、堀さんクールでしたよな、長崎の人は。いや、いいやつだよな、九州なんじゃ、もう本当にもうそんな先輩最後僕そうやって送ってくれるんかと思って、もう満々で、あの当日の試合マウンドなかったんですよ。だ初球僕力んでここなんかでしまったんですよ、倒れるぐらい、うわ、堀さんすいません、ほんますいません、あ、大丈夫大丈夫。ガンちゃん一人だけでマウンド登ってんの？一人だけっていう約束だったんですよ。もう僕引退の次の年ですから。ああ、そういうことか。はいはい、ほんで、うん、すいませんって言ったら OKOK で2球目投げたら、ブーンって空振りしてくれたんですよ。うこんなあと2つも怪我だけせんといてくださいよ堀さんと思いながら3球目ピュッて投げたら、あの見逃したんですよ。ええー、角のうまいな、さすが1500本以上ヒット打ってる人はもう全てやな。まあ簡単に終わったらそうなんですよ、つまんないもんな、はい、いやもうそこまである程度投げさせてあげないと、そんな気遣いを持ってくれてるんかと、うん、で僕4球目投げたらピチンとファールチップ、どこまでバットコントロールうまいんやと、ファールチップどうやっても茶番には見えないですよ、通円通わざとじゃないよみたいな、はいはい、で通円通からほんで今度あ、通円通じゃない、それでもまだ2ストライク1ボールですよね、ファールチップですから、うん、はい、ボス、あ、行きました、空振りしました、で次ファールチップです、はい、ほんでワンボールツーストライク、で次アウトコースにバー投げて堀さんお願いしますって投げたらギューって見逃したんですよ。連続、はあ、平行カウントになった、はあ、そうそう、これまだ1球投げれると、もうみんな見てくれてて、でわあ、これさ、ありがとうございます、行きます、ビューって思いっきりレフトスタンド向いてバーカーン打ったら、もう上には上がらなかったけど三遊間カーン日の出るような当たりでヒット打たれて、堀さん、約束が違うじゃないですか。三振の約束してたの？してました、握手までしました。
そうだよな、お疲れさんと言われてな、樫の木よりも硬い意思の疎通と言われる握手お願いします。リフト前はないわな、今でも根に持ってると笑い話です。はい。